日立柏和サッカー場は、千葉県柏市日立台の日立柏和総合グラウンド内にある、サッカー専用の競技場である。正式名称は、日立柏和総合グラウンドサッカー場。所在地の日立台の愛称で呼ばれている。日本プロサッカーリーグ加盟の柏レーソルの運営会社である、株式会社日立柏レーソルが所有、管理している。 J リーグクラブのホームスタジアムの中で、クラブが自ら所有するのはここだけである。2018年2月1日から、建設用設備機材の製造販売を行う、三峡フロンテアが、命名権を取得し、三峡フロンテア、柏スタジアムの故障を用いている。日立製作所サッカー部が1986年に、東京都小平市から、現在の柏市に移転するのを機に、 日立製作所がその試合会場として、柏市日立大公園に隣接する日立の所有地内にオープンしたサッカー専用球技場である。開設当初の収容人員は約5000人だった。1993年に J リーグが発足するにあたり、当スタジアムが J リーグの求める企画に合致していなかったため、千葉県と柏市は、 米軍カシワ通信所跡地に、千葉県立カシワの波公園総合競技場を建設して対応する予定としたが、カシワの波競技場の完成が、J リーグ発足に間に合わないため、当スタジアムを鉄骨作りの仮設的なスタンドにより、暫定的に増築した上で、夜間照明設備を設置して、J リーグに備え、1995年に、レイソルが J リーグ昇格を果たした際には、 メインとバックスタンドの配置を入れ替えて、メインスタンドの中央部分をコンクリート製のスタンドにした。しかし、柏の波競技場が陸上競技場研究技場であり、サッカー観戦の環境が、トースタジアムに著しく劣るとして、サポーターが運動を起こし、最終的に霊ソルが、トースタジアムにホームスタジアムを一本化した上で、日立が、 当スタジアムを改修する方針とし、2012年までに増築工事を実施した。2009年以降、レーソルがホームゲームとして主管する J リーグ公式戦はすべて当たりサッカー場で開催している。2011年春、当サッカー場は、日立本社から日立柏レーソルに現物出資という形で譲渡され、クラブが自ら所有することとなった。 2012年までの改修後もキャパシティの小ささなどから、スタジアムのさらなる拡張を求める声があるが、2020年の、柏レイソルイエローハウスの席上、代表の立川隆一郎は、現在のスタジアム規模が、法規制のギリギリであるとした上で、法的手続きや近隣住民との関係と、拡張がもたらす経営インパクトを比較すると、拡張はできないという判断に至らざるを得ないとの、 見解を示している。2018年1月24日、柏レーソルは、柏市に本社を置き、建設用設備機材の製造販売を行う、三京フロンテアとの間で2018年シーズンから、スタジアムネーミングライツ及び、ユニフォームスポンサー契約を締結することを発表した。命名権に基づく名称は、三京フロンテア、柏スタジアムで、 契約期間は2018年2月1日から2021年1月31日までの3年間、契約額は非公表。なお、命名権採用後は、基本的に上記の名称を使うことになっているが、クリーンスタジアム規定が適用される、国際サッカー連盟及びアジアサッカー連盟主催の国際試合、大会では、例外として、正式名称を使用する。 105メートル68メートルの天然芝ピッチの周囲に観客席を設けている。当初よりサッカー以外での利用を想定していないこともあり、観客席とピッチの距離が非常に近い。前述の通り増改築を繰り返しているため、メイン側の観客席が三分割されているほか、バックスタンドサイドスタンドも独立している。スタジアム全体の収容辞任は、 J リーグ公式届での実勢辞任で15,349人。かつては、ホームとアウェイの明確な区分はなかったが、サポーター間のトラブルが多発したことから、2009年からは、ホームとアウェイの動線を完全に分離しており、入場ゲートは、ホーム側は、柏ネッチ対裏の、柏シシビックプライドゲート、アウェイ側は、西側サイドスタンド横の、 ビジターゲートからの入場に限定され、アウェイチームのグッズを身につけたサポーターは、基本的にビジターエリア以外に行き来することはできず、トイレ、飲食売店もホームとアウェイで別々のものを使用するように定められている。フードコートグッズ売店はホーム側エリアにのみあり、アウェイサポーターは基本的に利用できない。 照明設備は4機の鉄塔式で1800ルクスの照度を確保する。1993年当初はメインバックスタンド側に中小型の照明塔が数機設置されたが1995年の改装工事実施の際に現在のものに改められた。これに伴い従来の照明設備はホンダとデンサッカー場に移設された。東側ゴール裏に 大型映像装置がある。スタジアムから北西方向に柏駅及び柏の市街地へと通じる道路が伸びていて、その道の手前には千葉県警の交番とレイソルのマスコット、レイ君の銅像が立っている。1993年と1994年の JFL において富士通サッカー部とホンダ技研のホームゲームが各1試合ずつ開催されている。 いずれも、対戦相手は柏レイソルだったため、ホーム県上都試合とも言われている。2016年には、熊本地震によりうまかな、よかなスタジアムが使用できなくなったロアッソ熊本の、ホームゲームを開催。映画、シュート、のロケ以来22年振りのスタジアム貸し出しで、柏の絡まない試合が開催されるのは1993年以来23年振りとなる。 熊本の池谷智義社長、清川博之監督は共に、クラブ OB であり、トップチームや、下部組織での指導歴もあった縁で、大大会最地として使用されることになった。サッカー漫画ジャイアントキリングで、主要な舞台である、イースト東京ユナイテッドの本拠地、隅田川サッカー場が登場するが、このサッカー場は日立が芝サッカー場をモチーフに、描かれたという。 そのことから2010年3月21日にあった柏レイソル対アビスパ福岡の試合前に NHK デジタル衛星ハイビジョンなどでのテレビアニメ放送記念のコラボレーションイベントが行われた。のタレント山岸舞彩による始球式やこの作品に登場する食堂のカレーを再現するケータリングコーナーの特設などありがとうございます。